忘れてテラスでまったりしてました。やらかした。しかも雨降ってるし。ドキしかないです。生きて帰ってこれるのかな。とても気持ちのいい朝です。雲は多めですけど風は爽やかで涼しいです。このトレイルは雲と突然のスコールだけは心配ですね。地面は濡れています。ちょっとジメッとした感じ。では頑張ります。これは出てきそう。こちらの保冷バッグに保冷剤とこういうエナジー系のゼリードリンクを持参しました。まずはここで朝飯を。ワークマンの手袋。ワークマン使えるわ。これドローンは無理だな。
信用していいのかな。え？ロープはアメリカ、手袋はワークマン。ストローは難しいですね。最大の難所、これは難しいですね。めっちゃガチやん。一応これが今回の頂上ですね。最高到達点。すっごい。これで下ります。
正直悩みました。やめる理由を見つけて逃げる自分。こっちはこんなことチャレンジするのも最後かもしれないと思った。
やっと下山して最初の道に戻ってきました。ここだ。ここが入り口です。さっき間違えて右行っちゃったけど、まだこっから4キロぐらい歩かないといけません。平坦な道って楽だな。